半年後。ごめん、友達に舞台誘われちったから行くね。おい、まだ荷物が。役者としてインプットは大事だから。許せ、二郎。よっと、こいつでしまいだな。うわっ、やっちまった。どうぞ。どうも。なんでだ、なんでこんな半端ない美人がこんなポロアパートに。こちらにお引越しですか。はい、202に引っ越ししてきました。東雲です。私は201の実行です。お隣ですね。そうなんですね。お、マジかよ、隣って。こんなセキュリティが皆無な場所に。荷物運ぶの手伝いますよ。いや、こんな汚いもん持たせるわけには。遠慮しないでください、お隣なんですから。すみません。ありがとうございました。それじゃあお引越し頑張ってくださいね。あんな美人が隣なんて、幸先めちゃくちゃいいな。がぜんやる気が出てきた。親睦会だからって飲みすぎたな。それにしても仕事初日からえらい大変だったな。けど同期のやつら面白そうなのがいたから楽しくなりそうだ。特にあの井の頭ってやつ、酔っても酔わなくてもずっと喋りっぱなしだったな。こんなところに公園あるのか。人が倒れてる。大丈夫ですか。サネユキさん。サネユキさん、こんなところで寝たら風邪ひいちゃいますよ。無理ですよ、私飲めまへん。人のこと言えんが、だいぶ酒飲んだみたいだな。起きてくださいって。ダメだ、全然起きない。仕方ない。よっと。むにゃむにゃ。むにゃむにゃって言う人初めて見たな。サネユキさん、着きましたよ。ダメだ、全然起きない。ひとまずうちに寝かせるか。よっと。それも超美人を招き入れるのは気が引けるな。ま、不幸中の幸いなのは、布団が買ったばっかりの新品だから臭くはないだろう。あ、顔が真っ青だ。水を。ミネラルウォーターと言いたいところだが、そんな御体操なものはないから、水道水で我慢してもらおう。
これで少しは良くなるだろう。だ、疲れた。分かってたが、こう間近で見るととんでもない美人だな。まあ顔を見るくらいなら大丈夫だよな。女性は顔じゃないと言うけど、これだけ顔が整ってるとずっと見てられるな。もう少し近くで見てもバチは当たらないよな。数センチのところで目が覚めるなんて、何か言わないと。やあ、うわあ、うわあ、させてくれ。説明って何よ。どう見ても猫身を襲われてる以外に説明できないでしょ。違うっての。あなた隣に住んでる東雲さん。そうです。マジで引くんですけど、なんであなたの部屋に私がいるのよ。だからそれは、やばい、大声出されてるし、このままじゃ通報されてお縄になっちまう。どうすれば。ああ、そうだ、こんな時は土下座で謝れば。静かにしろ。何をしてるんだ俺は。早く手を離さないと、謝罪しないと。お釈迦に、俺の息子がお釈迦になっちまった。頼む、説明